セルジュ・ベッツェンチュアはカメルーン、クンバ出身のラグビー選手。フランカーとしてロンドン・アスプスでプレーしている。ベッツェンはビアリッツ・オランピックとフランス代表でフランカーとしてプレーしている。1997年3月22日のイタリア戦で代表にデビューしたが、その後2000年のシックス・ネーションズまで招集されなかった。 フランスで、ラフォッシューズと呼ばれるベッツェンは、多くのラグビーファンから世界で最高のタックルをする選手とみなされ、試合をする相手からは恐れられている。前代表監督、ベルナール・ラポルトは、ベッツェンを闘争心がある選手と評した。2002年の世界最優秀選手に選ばれ、同年、フランスのラグビー専門誌、ミディ・オランピックにより、 フランス選手権最優秀選手に選ばれた。2003年に、自伝、フェールル・ソレイユを出版し、2005年には、ジャック・コルティが、女子ラグビーについて書いた、デフィーユ・イエヌ・オバリーに序文を寄せている。2005年の終わりに、左顎顔面に重傷を負った。1997年3月22日の、イタリア戦で、初セレクション。ありがとうございます。